さあ始まりました。はい。辰也と大谷系の師匠です。まい、まい。<イ>第52巻。<laughs> いや全然止めんでいいけど。<laughs> 全然止めるようぐらいのことじゃないと思うけど感情的にはもう止めてほしいよね <laughs> 録音を何なの「舞」って「マイって何なんしっかり言ったねしっかり言ったね噛むレベルじゃなくてね冒頭やけどもうこのまま続けます50何巻 ?52 巻ですはい52巻「舞<イ>」<laughs> <laughs> だ<ー> <laughs> なんで「イ言うたんやろなん何で「舞、あのー」が出てきたんやろあん、の、ま、ー え52巻ですよ52巻ありがとうございますお久しぶりですお久しぶりかなお久しぶりじゃないですかほんまにそのことないよ1週間ぶりですよ1週間ぶりぐらいか普通ですよそんなもんか普通や普通普通1週間ぶりや普通やわうん52巻クライマックスシリーズになっなんて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 じゃうじゃもう前にインスパイアやられてしまって今「クライマイ」って言ってしまってるから クライマックスシリーズ見てますああれどう僕3勝3敗まではセ・リーグの話してのあいやもう巨人が勝ちましたよあ四4勝いったんすかはいもう日本シリーズです近鉄巨人いやいやそんなあんないやそんな分からへんてそんなこと分からへんてみんな俺もよう出てきたわ3勝0敗からじゃあじゃあじゃあじゃじゃゼ0勝3敗かの時あれ扇監督やったかな近鉄ぐらいじゃない ですよね、ああ、そう、はいやるな、そんなに比較できへんからね、セ・リーグのクライマックスシリーズやし、なんやったらアドバンテージあるし、一生もろてるしね、巨人は、そもそも、ずっとホームやし、うん、単純に比べられへんから、藤寺球場と違うから懐かしいな懐かしいのね、行きましたか、行ったんすよ、それでもうパ・リーグも、えっと、日ハムうん、かな。 パ・リーグ、2チャームそうですよ、ほんま、パ・リーあんまりケアできてない俺どっちもがもう1位のリーグ優勝したチーム同士の戦いですっきりしますよ、すっきりするね、確かにね、すっきりしますよ、そうなんですよね、結構、あの自宅作業が多かったんで、テレビつけて、ミュートして、作業しながら、ちらちら見ながら、ちょっと盛り上がるとこは音出して、見てましたね。やっぱ いまだにその巨人熱というかいやなんか今年特に僕強いですよまあ試合結構見に行かしてもらったっていうのもあると思いますけど、うん、チケット頂い,いて安定して強いですよねだからずっと強いねだからあのー、やっぱり今年は そのいわゆるアドバンテージを抜いた1勝目、うんうん、1> したあたりからやっぱりちょっとスイッチ入ってますもんねそトントントンとやっぱ勝ちましたもんあ<ー>うんやっぱ原監督はすごいなと思いますよね思ってない全然 <laughs> 全然こもってなかったやん今ま今原監督しかよりやっぱ阿部さんもすごいですよね、うん、<laughs> 巻き込むなって慎太郎 <laughs> やっぱ首位打者打点をうん、うん だってもやったっけじゃあ、打率やったっけ ?2 冠冠冠冠す。さすがやな、思ってね。そそううホームランだけ取れへんかったんかなそうそうそうや。グアムキャンプで。違違ううなんかその知ってる知識、そうなんか総動員するのやめてや。グアムキャンプの話はもう一番今、あの遠い時期。今からあの優勝まで頑張って休んでグアムキャンプやから。 局ののもやから時期的にすいませんそうですよはいクライマックスシーズ見てましたよガルベスですかそれガルベスにしましょうかいや違う話しようと思ってたんですど何ですか欲しがるねいやガルベスだってやっぱりね先週先生がガルベス投げなかったということでねあれ登場せんかったっけせんんかかったああすいませんいやあのねうん 季節の変わり目って、はい、<laughs> 僕結構多いですよ <laughs> 季節の変わり目話はいうん、眠ないっすかむっちゃあ体がねおついてないんですよあれ何なんですか僕ツイッターとかでもたま,たまにっていうか何回か書いたんですけど、はい、僕あんまりその寝起きは違法なんですよ寝、うん、の好きやけど、うん、寝ることに対する執着は見せたくないスタイルなんですよ朝起きるとき この1週間ぐらいすごい眠くてほうでなんかこうおしやるぞっていうモチベーションもね、うん、なんかちょっと上がりにくいんですよね、うん、それは布団から出れないってこといや布団から出ても出ても、うん、日中ご飯食べた後とか、かずっとぼーっとしてるんで、ねうん、んかねこう気合が入んないほう 何なんすか <laughs> それはもう、病院に行って聞いていくたぶんね、うん、いやまずね、まずまあ言いましょうよ、うん、まず、うん、そのもう、それがおかしいですよ、今のあなたの格好がね、ねそ,れはそれはね、あのー、それはもう言い訳があって、あのファラワーの人にはあのす,ごいすごいというか、見えないかもしれないですけど、うん、もう結構肌寒いじゃないですか。 ももうちょっと寒いですんだからあなたはね、今日来たとき、ジャケット、ジャケット着てますけど、中、T シャツ1枚いや、あのね、みんな知ってると思うけど、服に僕、あんまり、頓着ないので、ないんすよ、この時期の服が。ね、ちょうどこの、そう、なんかおしゃれな七分丈とかないんすよ。 お,おしゃれな渋だけまず僕ロンティーがないですから買えばいいじゃないですかまた買う買う言うて買え買え言うてまた何でもいやいや俺別になんかアパレルの人でも何でもないから <laughs> いや買えばいいじゃないですかロンティーをまたそうやってこうなんかキャピタリズムに物を <laughs> なんかなんか別になんかどこのブランドがいいとかじゃなく、うん なんか1枚ロンティー持ってれば白ででもも黒ね僕、これね負の連鎖起こしててあのおしゃれな人っておしゃれな人って服好きな人って服何本でも買うじゃないですかそれ、いる似たいなやつ持ってるやんみたいなものでも買うでしょで結果、いっぱい持って服持ってる人の方が物持ちいいんですよ。 僕、夏場でも T シャツ3、4パターンしかないんですよ、そればっかり着てたら、もうワンシーズン着てたら傷んでくるんですよ、僕だってこの T シャツも、ここ、穴開いてますから、自分で縫ってますからね、普通に穴開いてるやつをちゃんと糸でソーイングして着てるわけですから、だからこんな、もうこの T シャツなんて、この夏何回着たか、持ってたら去年から合わせたら何回着たか。 はい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 そんなことするからフグがまたなくなるんですよだからあなたの口車に乗ってねそんなロンティ一枚買うたらええやん語弊があるなロンティ一枚買うたらええやんっていうねまあある種詐欺に近い語弊があるなそれもそれに乗ってね買っても結局じゃあこのロンティいいねっていうことになってずっと切ればもう来年まで持たないんですよいやだからその種類を増やせばいいわけやすため その初初期期投投資資でがいる先立つものがいるそれなりにそうですよでも長い目で見たらそっちの方がいいんです本当はいいんですだからそれを分かってるなら買いましょうよだってそれで風邪もひかないね 風はかない変わり目にそのだるさがなくなるとかいやいろんな問題が解決するかもしれないですすか季節の変わり目眠くなるのはわかんないですけどじゃあ、電車乗りましたジャケットごっついの着てて暑暑いわけじゃないですかじゃあどっか入りました。 わかんないです映画館なのか、何、うん、だかわかんないですけど、履いた時に暑いなってなって、うん、ジャケット脱ぎました、うちは、せでも脱ぎました。うん、でも、それ脱いだら寒いなっていう時あるでしょ。うん<や>。1>, 1枚ぐらい羽織ってもええなとか、まあまあ。いや、もうそういうなんかセンシティブなことできないもん、僕。それをね、やっぱりそれを脱いだ時に T シャツ1枚、寒って絶対なるもんね。なります,なりますそれで1時間過ごすんですよ、あなた。やり過ごしてます だからそれはあれじゃあいます寒なったら着る暑 <laughs> <もう S 2> なったら潰すっていういこのそのわい,いわゆる中和酸性アルカリ性の中和みたいなことをちょっとずつやっていくことで温度調整するっていう <laughs> それがめんどくさいでしょでもロンティー買ってんじゃん、うん、プレゼントして誕生日近いで <laughs> 全然だからそのグアムキャンプのようなこと言うなって <laughs> いつい最近過ぎたよ。ん <laughs> 誕生日なんて、まあ、つま最近でもない最近でもないですよ、うん、そうですかそうなんですよいやいや全然解決されてないけどさ <laughs> <いや S 1> 季節の変わり目だから眠たいよっていう話です季節の変わり目だから眠たくなるのかなで言わへん言わへんかうん眠たくなるとは言わへん,なんかだから寒くなって<経>例えばこの季節やったら、うん、寒く起きたら意外に寒いってなって、うん、布団から出にくいとかね もう僕の場合、目覚めるでしょ、太長が目覚めました、寒さとか感じる前から、もう体が気のようなんですよ、もう流木のように硬いんです、動かないんです、もう、意識は目覚めてる、起きなあかんことも分かっている、目覚ましはなっている、でも体を動かすのだけでも一苦労なんですよ、寒いとかないんですよ、はい。 だから寒さじゃないってことですそれは季節の変わり目だからってことそれは今、ちょうど季節の変わり目ではありますけど、うん、今、大館 K という人は、うんうん、ダルいンだけなのよ、それこそ語弊やる <laughs>。<laughs> それこそ語弊あるって今、大舘系っていう人はだるいっていう <laughs> ほんまもうそこだけ切ったら話変わってくるから <laughs> 体,が体,が体が体がだるなんなんですかねこううってこう、なんていうのこう,、うん、うっていうよしって、ね、ならへんのあなた特にあのーうん、それこそ僕よりもなんかこうバ、はい、ッて 起きててやるるようなイメージあんで日頃から例えばこの打ち合わせが終わったな家帰るぞなら帰って今日はこれと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 これをしようとか思って帰ってるわけですよど昨日についてるわけですよがんかそのうちの80%とか下手した70%ぐらいしか達成されないまま日が終わってしまう時がたまにあるあれこれ誰に相談してるんか 俺この話誰にしてんねやろこれそれはねごめんこれ帰ってお母さんにするわ <laughs> お母さんに出ましょううん,うんそうやなこれはねガルベスそすることじゃなかったか俺何の話してんねやろな <laughs> 一体全体 <laughs> お便り言っていいですかどうぞええ <ー S 1> ちょっとちょっと黙りますよ <laughs> えーっとーあこれね動画を貼り間違ってたんですようちのスタッフがね九太郎九太郎が <うん S 1> それに対してこう先週の動画の配信分が上がってますよみたいな でいただいてたりとか、はい、ライブに対してのはいはいたりとかもあるんですが、はいえー、先輩だしこさんはいショックガルベスが今になって伊達夫先生のガルベス楽しみに聞いていたことに気づかされましたガルベスからファラオッパがどこに食いつき2人でたど,たどり着きそうでたどり着かないまたどこに行くかわからない展開があかん真面目それより伊達夫先生が動画の中でお,おっしゃってた ガソリンの話、聞かせてほしいですが。で、えっと、ミツさん、改めてコメントを書かせてください。今回の感想を聞い書いてなくて、いつものように終わったかと思ってたら、結局、伊達夫先生のガルベスを聞けてなかったのですね。先輩大好きっ子さんのコメントで思い出しました。 私も楽しみにしてたみたいです次回は必ず聞かせてくださいね伊達夫先生大阪のライブが始まる前に会場の外に出られた達也さんを見て髪を切られたのかなって思ったのですが気のせいでしょうかそして師匠年はいつお披露目かな楽しみにしてますそれにしても答え合わせがあって,て嬉しいです来週も楽しみにしてます g a、えー、ペンネーム「熱いぜ師匠しさん50巻も楽しく聞きましたよ 51って貫禄ありますよね。師匠同士も50回超えてるんだと思うと歴史を感じる今日この頃です。かっこ笑い。番外編の字幕間違い、師匠同士以外にもありましたよ。私はそちらの方が目につきました。えー、動画のラストの半ズマいのシーンがとっても良かったですね。達也さん、振り向いて手を振る。かっこいい。 そして伊達夫先生のマスクを外すのを手伝うファラオ達也さんってこういう方なんだわーと思いました、えー、その姿をしっかり撮影してくださったスタッフさんありがとうございましただから字幕のことは帳消しにしてあげてくださいガオなるほどありがとうございますありがとうございますというお便りでねガソリンの話って何ですかねあのね全然覚えてないけど、はい、あのとりあえずガソリンがないということでみたいな話からのでえっ、ー、となんか ガソリンも満タンにしなきゃいけないみたいな心も満タンにみたいなはいはいりがあってガソリンといえばねみたいなああまあまあ今度また話しますわえそんなこと言ってんの言ってますよ不誠実だねそれ思い出せない今言ってましたよあれガソリン出る前ですね多分ガソリンといえばうん言ってました言ってましたガソリンうん言ってたね俺も何か俺もだからその時聞いてないから そうなんや何の話かはちょっと思い出します思い出してください来週また喋りますじゃあ <laughs> はいえ何やろう言ってましたよ <laughs> そう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 かうんやっぱりガルベスをねガルベスがないことに気づいたと、ね、<laughs> こ冒頭うん冒頭をねうん冒頭うん。今日はでも盛りだくさん喋りました今日は盛りだくさん喋りましたね、はい、10分近く喋りましたよ そうですよ、ね、ガルベスで二パターンありましたよガルベスそうですね、うん、そうですよあとはねあなたライブやったんじゃないですかそうですこの子にもそういただいてますけどはいライブでしたねお兄さんどうやったんですか、はい いいやや楽しかったですちょっと待ってたやんかいつもそれやじゃあ楽しくなかったライブの日だけ教えてもらっていい分かったその時楽しくなかった時その時だけ言ってこの日は出演者がほとんど大阪時代からの知ってるメンツで今も結構やってる同世代で年の近い先輩後輩らが集まったんですよ組 全員が持ち時間、まあまあ、約20分で、うん、頭から消すまで休みなしというか、うん、ぶっ続けでやってたんですけど、うん、面白かったですね、あのー、普通にお客さんとして行っててもまあ楽しかったなっていうみんながみんな場所どこでしたっけグランカフェですあグランかそうそうそうで僕結構髪の毛切ったんで、うん、<回>いつ切ったんそんな話も別にいいけどさ <laughs> なんか、それ、本当にもう、なんか、お昼のあの番組みたいになるけど、いつ切った?。えっとね、ライブの前前日とかかな。ええ、なんで。いや、もう、とりあえず、こんなようなあれですけど、僕白髪が結構ね、多いんです。で、やし、ちょっと、もう全然切ってなかったから、ワンマン。前から切ってなかったんで、ちょっとうっとしな、思って。で、どうしようかなと思って。 でも、行ってくださいってって、結構、カラーリングとかねて、そうそう切りましたね。で、ライブはどうやったんですか楽しかったですよ。あるでしょ、いろいろあるでしょ。あのね、ないんすかあの、ま、細かいことを言いだしたら、やっぱありますけど、20分っていう尺って結構難しくて、最近、こう。 5曲とか、うん、いわゆる25分30分のセットとかで歌わせてもらうことが多いんですね。うんうん、でやっぱりこう、えー、そういうライブイベントやし、はい、他のキャストも踏まえてやっぱ盛り上げたいとこもあるしそらそら逆にでもこうシンガー歌手っていう形で、うん、ソロで出てる分、うん、聞かせたい。 ととこもあったりとか、うん、でそれのこうセットリストっていわゆるこう曲をね、うん、1>, 1曲目から頭からかそう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 っていうのを考えたときに、はいえー、20分尺やったら大体4曲がまあベ,ッベターというかなんですけど、うん、すごい難しいんですよ構成の組み方が。 まああと一曲あったらこういうふうに組めたのになっていうなんか思いとかは正直あったりしますけどなるほどそうそうだから四曲やったら4曲で四曲なりの見せ方をもうちょっとこういうふうにして、うん、ああいうふうにしてみたいななるほどそうそうそうこともあったら、ね、でたっていうねそうそう、うん、ではいはい今回ねはい いきなりギア入った僕ね、<うん S 2> いつもこうライブのまあ言ったらブログ用で写真を撮るわけですよ。<はい S 2> で、いつもは僕、ドコモの携帯と iPhone ののと2個持ってるじゃないですか。<はい S 2> で、ドコモの携帯をね、d j 高 o k 山 k o にね、渡すわけですよ、携帯渡して、ごめんっつとあのちょっと撮っといてくれへんっつって、<うん S 2> 誰かに渡して、スタッフに渡して。うん ライブ中の写真をちょっと撮っておいてもらってくれへんかとまず用意してる時にに衣装着替えてとか「あの分かった」って言って友達なりスタッフなりに渡して撮ってくれてるわけですよで今回 iPhone を僕渡したんですねっていうのはも iPhone からもブログの写真をアップできるようにアプリを取ってで iPhone を今回渡したんですでもいつものように「ちょっとライブの頼むわ」って。 お願いしますとあ、了解っつって了解しましたっつってコウキ預かってくれてでライブ始まりましたで終わりましたでコウキに携帯はあ誰々に渡してるっつってあオー、まあ共通のね友達ね分かったまとめもらっとくわってそれブログ用の写真で渡してるわけですよでそいつに会ってあごめんっつって携帯返してくれるってあオッケーっつってでもさっちゃんこれ容量がもうなかったで言って 俺はあらかじめ容量何枚か消してたんですよ、そんなはず、1枚でも取れるはずやのにな、思って5、6枚を消したから5、6枚は取れるはずやのにな、って容量なかったで、言われて、マジで、言って、なかったから俺飲んで取っといた、ほんま、言って、まあまあ、それでもええわ、言って、送ってって言ったら、いや、動画やからって、えっつって、えっ、後期、後期、写真撮ってって言ってなかったえ なんかたっちゃんが動画撮っといてって言ってたっつってカゲさんどうしたんっから22分そいつは撮ったらしいっすよ <laughs> 俺のライブ映像を真面目携帯で全然楽しめてないよ全然楽しめてくれてないっすよ <laughs>、まあ、22分間ずっとこうやってそんなことないでそれもうねカゲさんどうしたんそれびっくりした 今までずっとしてきたことですよそれがドコモのガラケーから、うん、iPhone に変わっただけでもう動画になっちゃったもうテクノロジーに翻弄されてしもてるやん <laughs> そうなんですよもうそうなんですできると思ってることを何でもしたくなっちゃってるやんそうなんですよ本当に <laughs>、えー、もうねそれかなマジかってなったのはね ライブうでしたのもうそれですよじゃあもうあな何写真なしいや結局、うん、あのー、僕のね、うん、そのライブに来てくれたお客さんが撮ってくれてる写真をいただきました、うん、うわそうなんや、うん、あかんやん影さん そうなんです、それも本人は知らない僕言ってないですはいここでわかるここでわかることですへえ大変やなホンマでもですよもう言わなあかんかと思ってねそうやね大変やねそう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 これあとね鹿落としいついつ見せてくれるんだとああそれねはいあそれちょっとそうやね考えようん なんかそれはちょっと企画しなきゃいけないなと思てますけどね確かに確かになんか意味わからんことになっちゃうねなんやったんだってなっちゃうよねそっかそっかそうですよ勝ったっていうあのハンズのね領収書というか納品書だけ来てああなるほどそれちょっと考えましょうじゃあそうですよはいはいはい何しゃりますかいやもう終わりやんもう終わりやん22分 二十二分ですね。そやろ。何してたんですか。<laughs> いや僕は本当にあのー、いろいろいあのー、してましたよ。<あ>制作したりまあ打ち合わせもあったし、うん、あのー、僕ね逆にね、うん、あのー、忙しくなってきた時の方が、うん、まあ変な話ですけど、うん、あのー、映画とか見るようになるんですよ。 時間がね時間があるときの方が出たくなるし、うんね、どっか行こうってなるんですけど、うん、こっからここまで打ち合わせここからこう制作してとかってなると、うん、開くのが本当に1日12、うん、時間とかになっちゃうんで、うん、そういうときこそ僕はあの近くのレンタルビデオ屋で4本セットとかを借りとくんですよ。うん、映画4本1000円とかがあるんで,、うんうんで ちょっと空いた時間でパッと見るとかが多くなってなんで今週先週ぐらいは今週か先週とかは結構あの映画見ましたねあなたインファナルアフェアっていう映画知ってますあのトニーレオンとアンリー・ラウン僕あれめっちゃ好きなんですよあれもうびっくりするぐらいお前の思ってる1.3倍好きなんですよまあまあ3割増しってまあ分かってはくれ多少は分かってくれると思ってでそれの リメイク版がディパーテッドっていうマーティン・スコセッシがやっててマト・デーモンとそそうそうディカプリオのやつがあってまた今回、日本がやってるでしょかがてるきとあの西島、う。ん がもっちゃ面白かったらしいですね。あなたのツイッター見てましたよ。あれ良かった、良かったですよ。あれ。ええ。俺もそれだね。でもあなたのツイッター見てちょっとみたいなと思いました。で、今日か、じゃ今週のないつだったかな。い日に第二話が、ワウわウオンですけど。え、あれってドラマなんや。あれドラマ。TBS とわウワウ共同制作かなんかで、第一話は TBS で放送。で第二話はわウワウのみやね。 なんそれ27日放送かなそのなんかそうだからもういい感じのとこはワウワウでどうぞはあっていうそっからはワウワウなんだそう2巻以降は2巻以降っていうかもう2つしかないああ2巻しかない特別なコみたいな2時間2時間ああそれはでも見ようってなるよねあれは考えるよちょっとね入会しようかなってなるよね は俺もちょっと見たいねんなあれはねいいキャスティングでしたよあそうはい2人ともね上手ですもんね演技がね角野卓造さんがもうナイスなナイスでしたね、なかなかナイスでしたねあ、の好楽のそうですよ好楽の過去は出てきませんでしたい。 イメージ出てこな,いかな出てくるのかなと思いましたよ、そら。けども、全然出てこない。一切その色は出てこない。さすが俳優さんやね。<おー S 1> 俳優さんで言えば、昨日僕、今井さんの舞台見に行ってきました <laughs> はい、はい。いやいや、それさ、<laughs> そんな、お前、ほんまエンディングでそんなこと言う、ほんま帽子の一件があるのにさ、そうそう帽子の一件もあるから、ちょっとどうしようかなと思って <うん S 1> 帽子の一件もあって。うん まあそれもまたちょっと来週違った話に。いすはい、来週ししうそうしましょうよ。はい、了解しました。じゃあまあはい、五十二巻終わりますか。はい。ということで、タツと大谷系の師おどしまた来週が。<Go! S 3> The heat. 去了。<noise>